埼玉おすすめのクレープ屋さんを3つご紹介。僕たちは埼玉のお店や観光地を紹介するニート。1つ目、伊奈町にあるクリスティーヌ。ここは今まで食べたクレープで間違いなく一番コスパ最強。特にこのパフェクレープはマジでデカすぎるから自信のない人はタッパー必須だった。2つ目、川越にあるフローレット。ここは夢の1リットル生クリームを実現できるお店。しっかり生クリームの間にフルーツも入れてくれるから飽きずに食べられるのも最高だったな。3つ目、浦和原山にあるクレープステーション。ここは日本最高のクレープ職人がいるお店で、生クリームやアイスクリーム、生野菜の入っているクレープを考案した人らしい。コスパも良くて薄皮もちもちのクレープは虜になること間違いなし。クレープが食べたくなったらぜひ参考にしてみてね。